どうもさっさんです。いやついにですねこちら今年の新型 iPhone 届きました。僕もですねいろいろ言わせてはもらったんですけども、まあ、やっぱりね届いてみるとちょっとテンション上がりますね。で今回はですね iPhone14 と 14Pro この2つをね、購入したんですけども、とりあえずこの動画では14の方をね、開封レビューしていきたいなというふうに思っております。でこちら開封していく前に今回買ったモデルについて、ちょっと説明していきたいんですが、iPhone14 シリーズはですねミニが廃止されたんですよ。12と13はミニと通常モデル選ぶことできたんですが、今回ねこの14に関しては通常モデルとプラスっていうね、それぞれ画面サイズが 6.1 インチと 6.7 インチになっていて、まあ、プロと同じになったっていう感じですね。で今回僕は14を購入しております。でカラーラインナップについても変更があって、13はですねピンク、ブルー、ミッドナイト、スターライト、プロダクトレッド、この5色が最初に販売されて、最後にこのグリーンが追加されました。そして iPhone14 シリーズはブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、プロダクトレッドという風になっています。ちょっとねこのブルーに関しても色味が変更されてたりとか、あとはですねプロダクトレッドに関してもね、かなり鮮やかな赤になったという感じで、まあ、微妙なね変更が加えられてますね。そしてストレージについて、これはね13シリーズと変わらず128、256、512GB の3種類から選ぶことができます。今回僕はカラーがスターライトでストレージは 256GB を、購入しました。はい、じゃあちょっとね前置きは長くなってしまったんですけども、こちらね開封していきたいと思います。いきます、オープン、よいしょ。おー、来ました、スターライト。これカメラでねどんぐらい伝わるかっていうのは分かんないんですけど、かなり白に近いですね。で横のフレーム部分、これはですねゴールドっていうかシルバーっていうか、なんかちょっと中間的な感じの、色、そんな感じに見えますね。はい、で僕はですね無印の13持ってないんで直接比較とかできないんですけど、このカメラが配置されている部分のサイズっていうのはなんか一緒っぽいですね。プロはねなんかでかくなったらしいんですけど、まあ、14は一緒に見えますね。そして付属品はまず USB ケーブル、片側タイプ C の片側ライトニング、いやこれ本当ねタイプ C にならなかったの残念なんですけど、そして SIM カード取り出しピンとお決まりのね Apple のリンゴのステッカーが付属しております。はい、じゃあ画面保護のねこの紙を外して電源入れていきます。 OK 来ました。いやこの瞬間はね確かにテンション上がるわ、やっぱり。っていうかねこれスターライトやっぱいいな。まあ男性もそうなんですけど、まあ、女性からね結構人気が高そうな色かなと思います。はい、じゃあまず今まで使ってた iPhone13 Pro の方からね、直接データ転送しちゃいたいと思います。いや iPhone はねやっぱこれできんの強いわ。手動でデータ転送するってなるとやっぱめんどくさいんで、これでね簡単にもう全部ね設定だったりとか、まあ、データをね転送できるっていうのはやっぱめちゃくちゃいいよな。はい、ということで今データ転送中なんですけど、ちょっと時間かかりそうなので、この間にですね、はい、こちら、人気のね iPhone ケースメーカートーラスさんからいろんなねアクセサリーっていうのをお送りいただいたので、ちょっとねチェックしていきたいと思います。じゃあまずですねこちらからいきたいと思います。よいしょ。はい、ということで、こちらがですね画面保護フィルムとなっております。これトーラスさんのね画面保護フィルムはめちゃくちゃね出来がいいというか、まあ、フィルム自体もそうなんですけど、ちゃんとねこういったフレームっていうのが付属されているので、まあ、ずれたりしないんですよ貼るときに。これめちゃくちゃ便利です。しかもガラス2枚セットになってるっていうのも嬉しいですね。ちゃんとですね画面のクリーナーとかも2回分付属されてると。じゃ早速画面をきれいにして、まあ、あんまり汚れてないんですけどちょっと自分で触っちゃったんで、アルコールのクリーナーで拭いたら乾いたクロスで、水分を拭き取ります。はい、このオレンジのフレームを取り付けてですね、ちなみに上になる方にはトップって書いてあるのでこれ間違んないようにしてください。で最後に付属のホコリ取りステッカーを使ってちょっと微妙なねめちゃくちゃちっちゃいゴミとかを取り除いてから、今だフィルムがなんかめっちゃしっかりしてて硬い、ここに乗せると、はい、もう今ねめっちゃ適当にやったんですけど、これわかるかな、超ぴったりフィットしてるんですよ。もう一切ズレなしで貼ったら、このオレンジのフレームを取ってですね、これカメラでねちょっとわかんないかもしれませんけど空気が入ってるんで、この空気を、押し出すと、はい、これで保護フィルム貼り付け完了でございます。若干空気残ってるんですけど、まあ、これはね使っていくうちに、なくなると思うのであんまり気にしなくていいかなとは思います。はい、じゃあケースもですね今回5つお送りいただいたので、一気に取り出したいと思います。
よいしょ。はい、ということでこちら5つが iPhone14 用のトーラスのケースでございます。じゃあちょっとね一つずつつけていきたいんですけど、まずこちらがですね半透明、背面がね半透明の、ハードケースになっているんですけども、横がね結構グニグニした素材、実際につけるとこんな感じでフレーム部分がね結構厚みあるので、まあ落としてもね安心感高いんじゃないかなと思います。背面はですねもしかしたら割れる可能性あるんですけど、フレーム部分に関しては割れるとかないのでね結構安心感あります。そして今取り付けてるやつだけね、ストラップホールもあるので、まあ、こういうねストラップも付属してます。はい、2つ目もクリアケースなんですけど、さっきはねこれ半透明だったんですよ。それが今回は完全な透明ですね。でこの部分は、まあ、ハードタイプなんですが、フレームはねこっちも、まあ、TPU 素材みたいな感じでグニグニしてます。で実際取り付けるとこんな感じですね。背面がもう完全にね、透き通っていて、まあ、iPhone 本体の美しさをね活かしたいのであればこっちの方がいいんじゃないかなと思うんですけど、でさっきと同じくフレーム部分はそこそこ厚みあるので、まあ、結構ね落としても大丈夫かなと思います。はい、続いて3つ目はマットブラックのこれかなりね薄型タイプのケースになってて、すごいね軽いですね。じゃこれもね取り付けてみます。取り付け簡単だな。はい、こんな感じになりました。これはですねフレームが、かなり薄めなので、見た目はねすごいスタイリッシュな感じがありますね。どうでしょうか。まあ、このケース使うなら、本体もね黒の方がまあ、いっちゃいいのかもしれないんですけど、逆にね、こう白でモノトーンっていうのもまあ、ありかもしれないですね。あんまりねケースつけてる感ないのはまあ、嬉しいポイントかなと思います。はい、4つ目がこちらですね。フレームがブラックで、背面は半透明っていう感じ、これかなり丈夫なケースで、僕もね13 Pro と12 Pro の時これかなり長く愛用してました。はい、こんな感じで、まあ、ちょっと厚みはあるんで、さっきの方がねやっぱスタイリッシュではあるんですけども、見た目ね結構かっこいいかなっていう風に思ってますね。アップルのリンゴマークもね、うっすら浮き出てくる感じで、で落としてもねかなり、安心感高いと思うし、これ結構個人的にはおすすめですね。で最後こちらですね、4つ目で紹介したやつの、マグセーフバージョンになっております。ここにマグセーフのね、丸い磁石を搭載しているので、これを取り付けて、その後にマグセーフアクセサリーをねこういう感じでパチッと、くっつけることができるので、まあ、これでね指を通して使ったりとか、こういったマグセーフの充電器をね、取り付けて使ったりとか、そういったことが、可能になってます。やっぱ iPhone のね最新モデルを使うならマグセーフに対応したケースがね個人的には一番かなというふうに思いますね。はい、じゃあまだねアプリのダウンロードはあるんですけど、一応ね設定とデータの転送が終わって使える状態にはなりました。で本来であればこの iPhone14 の新機能をたくさん試しますみたいな、そういった動画にしたいんですけど、iPhone14 シリーズってねあんまり新機能ないんですよね。でどういった点が変わったのか、まず口頭で説明するとですね、衝突事故検知機能っていうのを搭載したんですよ。どういうことかというと、車とか自転車に乗っていって事故に遭った時にその衝撃を検知して、緊急で連絡するというものになります。まあ、安全面の機能が、強化されたっていう感じですね。そして衛星通信を使ったメッセージの送信っていうのもできるようになりました。これはね登山とかしてて、遭難しちゃったと、そして au ソフトバンクドコモ、まあ、楽天とかそういったキャリアの電波がなくて使えなくて助けを呼ぶこともできないっていう時に、まあ、衛星のね、通信を経由して、遭難しちゃったから助けてとか、送ることができるんですよ。まあ、ほとんどの人はね、あんまり意味ないかもしれないんですけど、まあ、さっきも言った通りね、よく登山するとかそういった方とか、まあ、僕で言うとですね、YouTube やる前は山の中のね測量とか、まあ、調査をするような会社に勤めていて、こっから落ちたらねもう怪我じゃ済まないなみたいな、そういった現場もねたくさんあったんですけど、でも携帯の電波がね繋がらないっていうとこ本当にね多かったんですよ。まあ、そういった方にはね、非常に心強い機能かなとは思います。ただね、今のところその衛星通信の機能は日本では対応してないらしいし、今後ねいつ対応するとかも、まあ、まだ発表されてないので、まあ、これはですね早くね対応してくれたら、まあ、結構ねそういった仕事とか、まあ、趣味があるっていう方は嬉しいのかなと思います。はい、で搭載されているプロセッサーについて、これ実はね iPhone13 に搭載されてた A15 バイオニックと一緒なんですよね。まあ、一緒って言っても GPU がね4コアから5コアになってるので、まあ、その点スペックアップはしてるんですけども、まあ、劇的な変化っていうのはあんまないんじゃないかなっていう感じですね。ちなみに GPU 5コアの A15 バイオニックっていうのは iPhone13 Pro と一緒になってます。であとは本当に小さな違いなんですけど、本体が iPhone13 から 1g 軽くなりました。でその他の機能としてはやっぱカメラの強化です。
ですね、まずインカメラがオートフォーカスに対応したっていうのと、インカメラのレンズの F 値が 2.2 から 1.9 と明るくなったんですよ。なので暗所でもね、より綺麗な映像を撮影できるんじゃないかなと思います。そしてメインカメラについても F1.6 から F1.5 になったので、十分ね iPhone13 の段階で綺麗だったと思いますが、まあ、よりね綺麗に撮影できると。多分ねメインカメラは iPhone13 Pro と同じになったんじゃないかなと思います。でカメラの変更って3つ目なんですけど、シネマティックモードについて13で搭載されて結構すごいなってなったんですよ。こう背景をね後から編集でぼかしたりとか、まあ、HDR もねものすごいなっていう感じになってたんですけど、 4K 撮れなかったんですよね。これが今回から 4K に対応しております。で最後アクションモード搭載されました。アクションモードっていうのは、まあ、通常よりも手ブレ補正を強化するっていう感じですね。まあ、アクションカメラみたいな感じでめちゃくちゃ動いてもねブレを抑えた見やすい映像にしてくれるんじゃないかなと思います。でこの動画では試しに事故にあってね衝撃検知機能を使ってみるとかってことはできないので、まあ、カメラの検証ですね。とりあえず室内でインカメラがどのぐらい変わってるのかっていうのを ねちょっと見てみたいと思います。今ですね手元にあるのが iPhone13 Pro なんですけども、13 Pro と13のインカメラね多分同じだと思うんですよ。オートフォーカスついてないし F 値もねちょっと高かったんで、これでどんな違いがあるのか見てみましょう。ちなみに今はですね室内で正面から撮影用の照明を焚いてね結構顔を照らして光量十分っていう感じなので、まあ暗所っていう感じではないんですよ。とりあえず明るい状況でどんな違いがあるか見てみたいと思います。いきます。はい、撮影開始してみました。今ですね iPhone14 と iPhone13 Pro のインカメラで、動画をね撮ってるんですけども、いかがでしょうか。今ですね画面を見る感じではやっぱどっちもね映像綺麗ですね。うん、iPhone14 はさっきも言った通りオートフォーカス対応っていうのと、あと F 値もね 2.2 から 1.9 になったので、まあ、明るくはなってるんですけども、なんか見た感じ一緒ですね。今撮影してる環境では、どうでしょうか。この後ちょっと暗いところに行って試したいなとは思ってるんですけども、とりあえずね、光量十分な室内だとこんな感じでございます。はい、続いてちょっと暗い部屋に来てみたんですけど、どうでしょうか。あ、なんかね、やっぱ14の方が、綺麗な気がする。今ですね、室内の環境なんですけど、まあ、撮影部屋の隣っていう感じで、部屋の照明をつけてなくて、で、カーテンも閉め切ってるんですけど、まあ、昼ぐらいなので、ある程度ね、明るさっていうのはあるんですよ。これでどんな感じでしょうか。まあ、見た感じ、iPhone14 の方が、こう、ざらつき少ないような、気はしますね。まあ、ただね、なんか思ったほどの違いではない気がするな。ちょっとパソコンに取り込んでみないとね、なんとも言えないっちゃなんとも言えないんですけども、まあ、気持ち綺麗になったかなっていう、感じですかね。はい。どうでしょうか。はい、ちょっと屋外に来てみたので、アクションモードもね、使ってみたいと思ってるんですよ。ちなみにこれは今まだアクションモード、使ってないです。アウトカメラの1倍で普通に撮影してるっていう感じですね。まあ屋外で光量十分だし、アウトカメラなんでね、画質いいのは当然だと思うんですが、どうでしょうか。続いてですね、ちょっと超広角も試したいと思います。どうでしょうか。これ超広角にしてみました。いかがでしょうか。まあ屋外なんでね、これも、まあ、十分綺麗なんじゃないかなと思うんですけども。じゃあアクションモードにしてみたいと思います。この超広角の画角をですねちょっと覚えておいてほしいんですけど、いきますね。はい、アクションモードにしてみました。どうでしょうか。これね、アクションモードにするとデフォルト超広角ですね。メインのねカメラにすることもできるんですけど、結構ねクロップというか画角狭いと思います。メインにしてみます。はい、どうでしょうか。これがメインカメラのアクションモードどうでしょうか。結構狭いかも。アクションモードオフのメインにしてみますね。はい、これがアクションモードオフのメインの画角です。結構違いあるのお分かりいただけますでしょうか。じゃあもう一回超広角のアクションモードの画角見てみたいと思います。これが、超広角普通のモードですね。はい、そしてこちらがアクションモードになっております。アクションモードの超広角、これで歩いてみましょうか。どうでしょうか。これがアクションモードの超広角です。じゃあ軽く走ってみます。
なんかね、画面見る感じでは意外と揺れてはいるかも。これ撮影停止したら後処理でもしかしたらこう手ブレを抑えるっていう可能性ありますね。はい、今ですね、録画停止して確認してみたんですけど、やっぱ後処理でね、めっちゃ手ブレ抑えてる。プレビュー画面では普通に画面揺れてるじゃんって感じだったんですけど、撮影した動画を見るとですね、めっちゃ手ブレ少なくなってた。すげえわこれ。はい、じゃあこっからはですね、 iPhone14 と iPhone13 Pro を並べてアクションカメラの有効と無効でですね、手ブレ補正どんぐらい違うのか、見てみたいと思います。まあどうしてもね、違う機種なので厳密な比較ではないんですけども、まあ大体ですね、結構平等な比較になるんじゃないかなと思います。で、今はですね、 iPhone14 の、アクションモード、これ超広角です、超広角のアクションモードと、13 Pro のまあ、普通のアウトカメラ1倍のね、メインのカメラで撮っていて、これでだいたい画角一緒ぐらいになってるかなと思うんですけども、どうでしょうか。まあ、若干ね、まだ、14の超広角アクションモードの方が、広い気はしますけども、まあ、結構似た画角。じゃあこれでちょっと走ってみます。はい、どうでしょうか。またね、後処理で14の方かなり抑えられてるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、13 Pro の方もメインカメラじゃなくて超広角にするとこんな感じになるんですよ。この2つ比べるとね、結構画角の違いあるの分かりいただけるんじゃないかなと思います。アクションモードにしてるので、本来であれば同じ画角のカメラなんですけど、かなりねクロップされてますね。どっちも超広角でちょっとやってみるか。今走ってみてます。暑い、めっちゃ暑いぞ、昼だし。これ道行く人からしたら完全不審者だわ。スマホ2台並べてこんな田舎で何してんのって感じよな。じゃあ最後にメインカメラのアクションモードをいきたいと思います。メインカメラのアクションモードと、13 Pro のメインカメラアクションモード当然なしですね。これでちょっと走ってみます。はい、どんな感じですかね。プレビュー画面はかなり揺れてました。はい、というわけで今回は iPhone14 のカメラ機能を試してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。今ね、僕も PC にデータを取り込んで、大きな画面でね、どんな感じで撮影できたのかっていうのをチェックしてみたんですけども、まずインカメラについてはですね、まあ、確かに良くなってるっていうのはわかるんですけど、まあ正直個人的にはね、もうちょっと良くなってるんじゃないかっていう期待があったんですよ。特にね、暗所性能ですね、結構ね、暗いとこにも強くなってるみたいな感じだったので、その辺期待してたんですけども、まあ、思ったほどではなかったかなっていう感じですかね。はい。そしてアクションモードについて、これはですね、もうかなりがっつり手ブレ補正が効いてたので、まあ、スポーツをしているところをね、 iPhone で撮影したいとか、そういった方にはね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思いました。やっぱりね、今まではアクションカメラがないとね、そういったスポーツで、すごくね、動き回って撮影するっていう時には厳しかったと思うんですけど、これからはね、ネックマウントと合わせて首から下げてなんかね、サッカーするとか、そういった時でもね、結構活躍してくれるんじゃないかなというふうに、思いましたね。はい。で、まだね、短い時間しかこの iPhone14 触れてはないんですけど、現時点でどんな方におすすめなのかっていう話をして、終わりにしたいなと思います。まずはやっぱりね、安全性能に魅力を感じる方ですね。衛星通信機能はまだできないっていう話はしたんですけど、まあ、衝撃検知機能にね、魅力を感じる方、車の事故とか自転車の事故怖いなっていう方にはね、まあ、ありなのかなというふうに思いますね。まあ、ただね、これ iPhone 持ってたら、そういう事故から助かるかって言ってもまた別の話なんでね、やっぱりそういった事故に遭遇しないようにするっていうのが、一番だと思うんですけど、まあ、自分だけが気をつけてれば、いいってもんでもないので、そういう事故っていうのは。なので一応ね、こういった機能っていうのはあった方がね、安心かなと思います。で、二つ目がカメラ性能についてですね、正直インカメラはそんなもんかっていう気はしたんですけども、アクションモードは確かにすごかったし、あとシネマティックモード 4K で撮りたいっていう方、これもね、ありなんじゃないかなと思います。
ますね。カメラ性能についてはまあそんな感じかなと思います。で最後に現在古めの iPhone 使ってるっていう方ですね、例えば iPhone8 とか、10とかね、まあ、10S とかそういったモデル使ってる方はですね、そろそろ乗り換えてもまあいいんじゃないかなと思います。逆に13とか12使ってるって方はですね、まあ、そこまでねこう革新的な、ね、進化っていうのはないので、まあ、さっきも言った通りね、アクションモードを使いたいとか、安全性能に魅力感じるって方はありだと思うんですけど、まあ、12、13から乗り換えるっていうのはそんな無理しなくていいのかなとは思います。とりあえず iPhone14 の開封レビュー動画こんな感じでございました。で今日の遅くもしくはね、明日中には14 Pro の動画もアップできると思いますので、もしよろしければねチャンネル登録してお待ちいただけたら幸いです。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。